皆さんこんにちは。2020年7月27日盲学キリスト教会補教師高間です。今日は聖霊のバプテスマについて共に学んでいきたいと思います。まず聖書を読んでいきましょう。使徒の働きの2章の1節から4節です。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。まずちょっと硬いかもしれませんが、私たちの持つ教団の基本的教理を読んでいきたいと思います。一つ一つ思いながら、考えながら、そして聞いてみてください。聖霊のバプテスマは、信者は皆主イエスキリストの命令に基づいて父の約束である聖霊と火のバプテスマを受ける資格があり、熱心に期待し真剣に求めるべきである。これは初代キリスト教会においては全員の通常的経験であった。それに伴って生活と奉仕に対する力と賜物および伝道奉仕の働きにおける賜物の活用が与えられる。この経験は神聖経験とは別個のものであり、その後に来るものである。聖霊のバプテスマとともに聖霊のあふれ出るような充満、神に対する経験の深まり、神への献身とその働きに対する献身の強化、キリストとその御言葉および失われたものに対する実践的な愛などを経験することができる。聖霊のバプテスマの証拠として、信者が受ける聖霊のバプテスマは神の御霊が語らせるままに異言を語るという肉体的な最初の印によって証明される。この場合において異言を語ることは異言の賜物と本質的に同じであるが、その目的と用法において異なっているです。これが基本的教理となります。それでは共に学んでいきましょう。私たちは聖霊のバプテスマがあることを聖書学的に信じています。学びます。バプテスマのヨハネはイエスが通られる道については、それは主イエスが来られることと彼が火による聖霊と火のバプテスマを授けることを説教しました。マタイの3章11節には、私はあなた方が悔い改めのために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお預けになります。聖霊のバプテスマは新しい生まれ変わりの経験とは違った経験です。イエス・キリストによって救われるすべてのものは聖霊のバプテスマを受けることができます。イエスを救い主として受け入れるとき、自身で罪を認めた者はすでに聖霊を受け、バプテスマを受ける際は聖霊で満たされています。使徒の働き2章4節には、先ほど読んだように、すると皆が聖霊満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。もう一箇所、第一コリントの12章13節には、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一
一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。とあります。聖霊のバプテスマは求めている状態にあり、祈りとともに聖霊された生活を送り、それは主の働きによる見返りではなく、キリスト者に神からお与えに与えられるものです。お与えになったもの、与えられるものです。この経験は実在するもので、それは人の働きの19章、1節から6節にありますので、共に読んでいきたいと思います。19章の1節。アポロがコリントにいた間に、パオロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に当て合って、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした。と答えた。では、どんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマです。と答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのです。と言った。これを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりしたとあります。聖霊のバプテスマというのはキリスト者にとって一つの力に覆われるということです。まして肉欲に対してはもっと強くされます。キリスト者のような人で聖霊のバプテスマを受けた人は、御言葉にもっと耳を傾け、御言葉の敬意があります。ペテロの霊が、聖霊の力を受け、御言葉を敬意を持って語り、多くの人々がイエスを救い主として受け入れました。人の働きの2章37節から41節にも書いてあります。人々は、これを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、教令たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。39節。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち神、私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。41節。そこで彼らの言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたとあります。イエス様も誘惑に遭いましたが、聖霊に満たされていて導かれて誘惑に打ち勝つことができました。それはルカの福音書4章の1節から13節に書かれていますので、後ほど読んでみてください。異言について、ペンテコステ派は聖霊のバプテスマを受けた最初の証として異言を語ることが信じられています。異言は一つの神に導かれた語りで、それは人の霊は主と奥義を話します。しかしその内容を理解することができませんが、内面の徳を高めることを私たちは知っています。第一コリントの14章2節から4節。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めますとあります。
アセンブリの教会がペンテコステ派と呼ばれるのは、聖霊のバプテスマを権限と信じているからです。それはイースター復活祭の50日後にの祭りに起こった聖霊降臨に基づいています。最初に読んだ使徒の働き2章に書かれています。真実のリバイバルのために戦いがあると思います。しかしそれは神から与えられた本当のプレゼントです。真実にこの力に覆われるのを理解するのは偽りではなく、努力ではなく、聖霊の純粋な権限と力強さがキリスト者の人生にある必要があります。神の民の徳を高めるための奇跡や主のために働くため、私たちは聖霊の賜物を求めていきます。後ほど第一コリントの手紙12章の1節から11節を後ほど読んでみてください。私たちは人生のために神の力を求めるのは献身を決め祈った時に対しての責任で、またそれは霊的な祝福や楽しみを、神との交わりを楽しむことができます。聖霊によって清められ、慰められ、力を受け、証人となり、御言葉とともに生活をしていきましょう。そして求めていきましょう。祈りをしたいと思います。大いなる父なる神も我が主よ、ここから今日も感謝いたします。そしてこうやってあなたの御言葉を学んでいける時間を与えられたことに心から感謝します。どうか我が主をお互いに交わりを持って共に主の御言葉を学んでいくことができるように、どうか私たちのことを導き、そして教えてください。どうか我が主をあなたが求めれば答えてくださる方、近づけば近づいてくださる方、どうか我が主をどうか心から今日もあなたのことを求め、力を受け、また人でも多くの人にあなたの御言葉、命の言葉を伝えていくことができるように、どうか私たちのことを用いてください。どうか我が主よ、どうかこの礼拝、この御言葉の時間に心から感謝し、どうか我が主よ、一人でも多くの魂が救われるように、どうか私たちのことを用いてください。そして聖霊を受け、聖霊のバプテスマを受けることができるように、どうか我が主よ、今日も心からあなたのことを求め、祈りを持って清い生活を心がけていくことができるように、どうか私たちのことを助けてください、導いてください。どうか我が主を今日も心から感謝し、どうかイエスキリスト様、どうかあなたの皆を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。